梶原平蔵誉れの石切り。場面は、鶴岡八幡宮の本殿を正面に望む鳥居の前です。鳥居の右に石の蝶子鉢が置いてありますが、これは後で使われる大切な道具です。さて、平家方の大場三郎影近とその弟、 またの頃、影景久が家来たちを引き連れて現れます。そして、梶原平蔵景時も現れます。ここで当時の名前のシステムについて説明しておきます。梶原平蔵景時は、梶原が姓、平蔵は通称、景時が名前で、これはもったいをつけて、意味な、 と呼ばれています。意味名を知られると縁起が悪いという迷信から普段は通称を使うわけです。義経がクロード殿と通称で呼ばれるのはこのためです。さらに官位まで名前に組み込んでややこしさが増します。源の苦労、宝願義経。源が生。 苦労は通称、方願が官位、義経が名前です。これが時代を下ると、今度は官位を通称とするようになります。大岡越前の神、忠相。越前の神が関位で、これは越前の国史です。今でいう県知事ですが、江戸時代では、 そんな地位とは関係なく、ただの飾りです。そして、官位を通称とするので、大岡越前の神となるわけです。話を元に戻します。さて、梶原氏と大場氏は、源氏型でしたが、平治の乱の以降は、平家型についていました。頼朝が挙兵すると、 影時や影地下は頼朝と戦います。頼朝は戦いに負け、山に逃げ込みます。影時は山中の洞窟に隠れていた頼朝を見つけますが、わざと見逃して、頼朝に恩を売っておきます。こんなことがあった後、鶴岡八幡宮の前で、影時と影地下らがお祝いをしているのです。 そこに、六郎太夫という老人が、娘の小を連れて、影地下を訪ねてきます。金を工面するため、家宝の刀を売りたいというのです。この時一緒にいた、影時は信用のある人なので、刀を目利きします。影時はいい刀だと鑑定しますが、ここで、赤ら顔の、 見るからに憎たらしい奴が、しゃしゃり出てきます。影地下の弟の、影久です。わざと意地悪く、いい刀かもしれんが、切れ味はどんなものかな、などと、難癖をつけてきます。赤ら顔なのは、憎まれ役を際立たせるためです。六郎太夫は、人間を二人重ねて、二つの体を、 どうのところで真っ二つにするくらいは、たやすくできる刀ですよ、と言います。あから顔は、そんなこと言って、嘘ついてんじゃねえの実際に見てみたいものだ。などと、またもや、肉肉しげにしゃべります。そこで、影時が、実際にやってみましょう、ということになるのですが、生きた人間を切るわけです。 誰かれ構わず、切っていいというものではありません。資材の決まった罪人を切るのです。しかし、罪人が一人しかいません。顕備士の見助という男が一人きりです。切られる人が一人では、二人の人間を真っ二つにできるか確かめようがないので、刀を買うのはまた今度にします。 と影近が言いますが、金をどうしても工面したい六郎太夫は必死です。二人目には自分がなっても金を作ろうとまで思い詰めます。娘がいては具合が悪い。いかに切羽詰まっていても、娘の目の前で真っ二つにされるのはひどすぎます。というわけで、娘には自宅のどこそこに、 切れ味証明書があるはずだから、今から帰って、取ってこい、と命令します。ちゃっちゃとことが進まないので、なんだかんだとうだうだしている間に、娘が帰ってきてしまいます。父親が試し切りのサンプルになると、とんでもないことを知った娘は、嘆き悲しみますが、結局、試し切りをすることに決まります。この辺が、 現代の生きる私には理解ができないところで、娘はどんな手段に訴えても試し切りを阻止すべきです。それが最後には納得してしまうお前は、一体どんな娘なんじゃいと言いたくなります。六郎太夫を寝かせ、その上に顕微紙の見スけを乗せて、影時は振りかざした刀を、えいやと下ろします。 すると、その刀は、六郎太夫には、傷一つつけずに、罪人だけを二つに切ります。人間でなければ、ラスベガスの小児でもありそうですね。影近と弟の影久は、なんだ、影時も大したことねえじゃねえか、と、馬鹿にして帰ります。憎たらしい兄弟が帰った後、影時は、その刀、 私が買いますと言い、刀を掴んで鳥居の右にある石の蝶子鉢に向かいます。そして、うだうだともったいをつけた後に、刀を振り下ろして石の蝶子鉢を真っ二つにします。ここで六郎太夫が、切り手も切り手と褒めると、影時は剣も剣と応じます。 ここのところ、剣も剣だったかよく覚えていないのです。切り手も切り手が7音節に対し、剣も剣と5音節で座りがいいなどと勝手に決めてしまいました。間違っていたらごめんなさい。そして、決めのポーズ。なんとかやと掛け声。最後に表紙に合うとれ、長谷の提供みたいな 幕が光りますめで見しめ見たし